結構深刻なレベルやで。すいません、うん、はい、な次な、もうちょっと感情作りやすい感じのやつな。はい。ほんならシャックと二人で、はい、なんかこう大きな運命の定めみたいな、はい、タイムスリップしてまうみたいな。ああ、はい。でそれでそのこう愛した女性がなんか時空を超えてしまうみたいな、消えていってしまう、その瞬間行こうか。はい、はい、はい、行くぞ。はい、本番。はい、よーい、行こう。おい、ナミ、おい、どこに消えていくんや、ナミ。ナミ、お願いや、ナミ、この下に残ってくれ。お前どこに消えていくんや。私、ナミ、ナミ、ナミ、お願いや。あ、だんだんナミが透明になっていく。お願いや、ナミ、この時代の。なんかキラキラ感欲しかったやろな。全然キラキラでけへんかった。でけへんかった。全然キラキラでけへんかった。だキラキラ感もっとなんかこう爽やかなキラキラ感の監督、あのなんかすごいシャックさんが こんな感じで伝わってくるんですよ。触ってへん。いや、ずっとここをこうしてくるんですよ。そん関係ない。触ってません。そんな触ってない。触ってなかった。見てた。触ってない。いや、やだ。キラキラもっとキラキラした。そのいきなり別れ言うだから別れ言って、それはもう三流の役者がやることや。もっとその別れを認めたくないから、はい、なんかもっと爽やかな思い出の話とかからするやん。爽やかな。はい、はい、行こう。エスコートしてくれんと。はいはい、はい、いきなり悲しさだけを前面に出したら無理や。はい、認められへん。それを認められる。はい、本番。はい、よーい、はい、行こう。いっぱい楽しく。ちょっと監督すいません、ちょっとカメラ止めてください。カメラ止めてください。あの、サワサワしてるんです。集中しろ。いや、はい、はい、本番。はい、よーい、はい、行こう。ナミ、俺たち一緒に桜見たときほんまに綺麗やったよな。京都に見に行って、お前が桜の花びらをそっと手で拾ったとき、俺、あ、二人の運命ってこういうことなんやろなって思って。それから夏一緒に白浜も一緒やな。白浜は本当に綺麗な海。でも俺は白浜は行ってないと。白浜は行ってない。でそこでだんだん時空が歪み出した。ああ、波、おい、波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 、ネジ、ネジ、あかん、ネジ、波。でここで波、波の意識がだんだん本当の意識で、波、おい。でここで波のダークサイドが出てくる。ダークサイドが出てくる。よし、波、ダークの波、ダークサイドの波が、意識がもう朦朧として混沌としてな。違う波の隠してたところが出てきた。波、中して波、波、ちょっと違う。波、爽やかやから。波、もっと出てくる。波出てくる。もっと、そんなんじゃない。もっと出てくる。波、もっと出る。波、なめて。波、はよ、こんな流されへん。はよ、なめて。波、こんな流されへん。なめて。波、なめて。なめて。波、なめて。お願いや、はよ、なめて。どこに消えていくんや。お願いや、お願いや。なあ、この時代残って。泣け。いや、むちゃくちゃなんですよ、この二人。波の、お前、今の痛みがわからんかった。いや、なんか無理やり胸に手押し付けてきたりとか。そんなこと、上辺のことはどうでもいい。波がもうぐじゃぐじゃになっていたんや、時空の中で。で、お前に見せたくなかった波も出てきた。
え？わかるか？わかんないです。だからナミが女性として隠したかった初々しい仲やったやろ。はい。出てきたそういうとこが。それを見た時の痛みがあるやろ。え、性欲見て泣くんすか。その性欲言ってない、その出してない一切そんな要素。いや、なんか違う。いや、二人とも胸に手押し付けてくるんですよ。そんな違う、それは上辺、上辺表層しか見てない。お前はずっとそこで芝居してきたよ。はい。よっ、え、どこで泣くんすか今のは。いや、それが分からんかった。はい。俺はもうずっと分かってたよ、ここやっていうのは。すみません、どこやったんですか。ん？いや、分かってないじゃないですか。監督はんはそこを描きたいねやから、お前。いや、だからどこやったんですか。どこが一番クライマックスというか。だから分かってないやん。分かってないやん。の最後のわーってなってから、ね、言わんでも分かれよ、お前。そんなもん。そうや、感じろよ。いや、感じろもちょっと意味ない。ダン吉だいぶ出してたやんな、サイン。みんな監督はんよう分かってはるわ。いや、そう。え？いや、出してるわ。ちょっと、いや、なんか性欲しか見えなかったっすけど。